安倍優孝子はフリーアナウンサーで元 CBC テレビのアナウンサー。愛称は安倍ゆき、東京都出身。学習院女子中、高等科学習院大学経済学部を卒業後、2013年に CBC のアナウンサーとして入社。趣味は買い物、映画、舞台鑑賞、時短料理。特技はクラシックバレエ、ダンス。 身長は163センチメートル。大学在学中はミス学周囲2011グランプリに選出されたほか、遅くとも2010年春頃からセントホースに所属していたこともある。また、中学時代にはクラシックバレー部に所属。2016年9月30日をもって CBC を退社することを9月24日放送のなるほどプレゼンター。 花坂かタイムズで本人が発表した。同時に同日の放送で花坂かタイムズの出演も最後となった。2016年10月よりフリーアナウンサーとしてセントホースに復帰。2017年1月より BS、日テレの報道番組、真相ニュースの月曜から木曜担当のサブキャスターとして登板。後藤春菜や笹川由里 モデルの松原しおりと仲が良く、松原の結婚式では、司会を務めていた。2018年9月結婚。2021年3月に第一子の長女を出産。自身の30歳の誕生日に YouTube チャンネル、安倍ゆきチャンネルを開設。後藤と笹川とは入社したつぼねは違うが全員、同い年で、同じ2013年入社の同期である。 松原は同い年だが通っていた大学は異なる。ありがとうございます。